初めてご挨拶します。クリンキペアです。新しい声の中でこれが気に入りました。皆さんも気に入りましたか ?3 年間うまく運営していました。そうするうちに最近6ヶ月前に広告が停止しました。いろいろな努力をしてみましたが、パートナープログラムの承認をしてくれませんでした。理由は、私のビデオが視聴者にとって価値がなく、自動的に作られたからです。答えませんが、 ビデオにリップルをよく見るんですよ。私が悪いというリップルも多いですが、いろいろ役に立っているとかいいというリップルも多くて喜んだこともありましたが、このようになって、最近とても気分が落ち込んでいます。今後チャンネルがどうなるかわからないので、その間見てくださって、ありがとうというビデオをアップしたいと急に思いました。では、最近読んだリップルについてお答えします。思い出すだけです。 消えていますよね。トリップルしてくださった方が多かったのですが、ビデオのサムネイル、あるいは使われたイメージが同じものを消しました。もしかしてこれのせいかと思いましたが、違いました。そして宇宙脳と名付けたのは、ただ、このチャンネルがうまくいくことを願っていました。最初はちょっと面白いですね。考えてはいましたが、リップルでそんなにからかわれるとは思いません。次にチャンネルを作るときは、 小さな図書館レベルのクリンキピアを作らなければなりません。そして大学の課題に参考資料として使ってもいいかと聞いてくださってありがとうございました。知らなかったけど学ぶことができて嬉しいというリップルも多かったんですが、いつもありがとうございました。一度悪いリップルがあったんですが、多くの方々が私の肩を持ってくださったことがあるんですよ。その時が記憶に残りますね。そして、 本当に多くの方々が見てくださって不思議でしたし、ありがとうございました。そして、収益について気になる方もいらっしゃると思います。3年ほど運営しました。2018年、12月から始まって、もう4年になりますが、この1年は収益がありませんでしたから、2019年にはほぼ1日、100円程度稼ぎました。2020年頃ですかね。そうするうちに、それが1日500円や、 2021年頃になって1日1200円くらいになりましたこの辺になると思ったより多くてびっくりしましたそうするうちに YouTube に1日にアップロードできるビデオの制限を解除してほしいと要請したことが承認され1日に約700個程度ビデオをアップロードできるようになりましたそこで私はマギーカスパ バルルタザールの稼働を最大限にに引き上げることになりました。宇宙を支配しようという野望をついにあらわにして安心だと思いましたそのようにチャンネルのビデオ数が急激に増加し2021年12月頃には1日に4000円程度稼いだからです本当に感謝しながら過ごしましたそうするうちに2022年1月だったのか広告が停止し始め BGM が単調に変わって収益があったのですが、ありませんでした。そして今までいろんな努力をしましたが、もう収益はありません。YouTube はこのチャンネルに価値がないと言いますが、誰かの役に立ったと思い、感謝の気持ちを皆さんに伝えたいです。まだアップロードしたいビデオが数百万本ありますが、マギーカスパバルタザールを売ってしまいました。くれぐれも帰ってくる冬に元気でいてください。 本当にとても感謝しているという気持ちしかありません。ありがとうございます。幸せになってください。